宮津天の橋立インターチェンジは、京都府宮津市麻北にある、京都縦貫自動車道のインターチェンジである。東 IC は、京都立館道と山陰近畿自動車道の起点である。また、本線料金所が併設されている。京都立館道と山陰近畿道の起点は、別個存在し、その間の距離は 0.3km である。京都立館道の起点から山陰近畿道の、 起点間のキロポストは、マイナスが付けられており、マイナス 0.2kp まで存在している。入口出口をサーマの橋立て IC、京丹後方面綾部ジャンクション、大山崎ジャンクション方面有料区間と、無料区間の境目であることから、本線料金所が設置されているが、当 IC の無料区間よりに、本線料金所が作られてしまったために、 無料区間である東 IC よさあまの橋立て IC 方面を走行する場合でも料金所を2回通過する。東 IC で流入し、よさあまの橋立て IC 方面へ向かう ETC 社以外の一般社は入り口料金所で通行券を受け取り、本線料金所で通行券を渡す必要がある。また、よさあまの橋立て IC 方面から東 IC で 流出する ETC 社以外の一般社は、本線料金所で通行券を受け取り、出口料金所で通行券を渡す必要がある。ETC 社は ETC 社再起に ETC カードを挿入の上で ETC レーンを通過する。ありがとうございます。